プラトンアカデミーは、ルネサンス期に、フィレンツェ・メディチケの周囲に集まった、人文主義者らによる私的なサークルを言う。大学のようなものではなく、フィチーノの友人たちの集まり、と言ってもよい。アカデミーの本拠地となったカレッジの別荘、メディチケ当主のコジモは、古代ギリシア哲学、特に、プラトンの思想に強い関心を持っていた。 1439年のフィレンツェ公会議の際に東ローマ帝国の代表団の一人としてやってきた哲学者プレトンが行ったプラトン講義をきっかけにフィレンツェではプラトン哲学への関心が高まっていたのである。コジモは G の子であるフィチーノに語学の才能があるのを見抜き1462年頃から フィレンツェ郊外カレッジにあるメディチケ別荘の近くに別荘を与え、プラトンのラテン語翻訳に従事させた。フィチーノは、プラトン全集やヘルメス文章などの翻訳により、名声を博した。そしてカレッジの別荘ではプラトンに浸水し、古代のアカデミアに憧れる人文主義者らの会合が開かれるようになった。プラトンアカデミーはフィチーノを中心に、ランディの ポリツィアーノ、ピコラ多くの人文主義者が集い、メディチケのロレンツォも加わって、プラトンの対話編さながらに、愛や美をめぐる知的な討論を行った。異教的な思想が育まれ、ボッティチェッリのプリマベーラ、ビーナスの誕生もこれらの知的風土の中に生まれた作品である。1468年には、カマルドリ会計修道院で、フィチーノ、アルベルティラにより、 思考の善をめぐる討論会が開かれ、ロレンツォも加わっている。ランディーノの著作が討論の様子を伝えている。また1475年11月7日には、プラトン当時を忍んで、カレッジに集まり、共演を朗読し、その解釈を各人が述べるという催しも行われた。ロレンツォの死の後には、アカデミー活動は、不活発となった。その後、メディチケ復帰後、 プラトンアカデミーの最高が試みられたこともある。プラトンアカデミーは後世に理想化され、組織だった教育、研究機関のように捉えられた。各国の知識人にとって模範と考えられ、研究団体などにアカデミーという語が付けられるようになった。ジェームズ・ハンキンスは1990年及び1991年に発表した2編の論文で、 プラトンアカデミーの存在自体を再検討した。その証拠と考えられてきたフィチーノのショークやアカデミーのメンバーとされてきた諸術家たちの著作を網羅的に調査し、アカデミーが存在したことを示す記述がないとした。ハンキンスは、上記、アカデミーは無名の学生たちを教える学校に過ぎず、重要思想家の都うアカデミーは、後世の創造の産物と主張した。 この学説は少なくとも、アメリカの学会では、受け入れられつつあるようである。カレッジのメディチケベッソは現存しているが、アカデミー時代については、記録があまり残っていないとされる。榎本武文、役者解説、シュミット、コーペンヘーバー、377ページ。ドイツ5番プラトニシュアカデミーリーズプション、インデアルネッサンスも参照。ありがとうございます。